篠田麻里子さんの元旦那に関する現在の状況について、世間では様々な憶測や噂が飛び交っています。特に、篠田麻里子元旦那現在、というキーワードで検索されている方々にとって彼の現在の生活や職業についての情報は非常に興味深いテーマです。一部では、篠田麻里子元旦那やばい、といった言葉がネット上で話題になっており、その背景には彼の行動や発言が関係しているとされています。また、篠田麻里子さんと元旦那の親権問題についても、親権おかしい、という声が聞かれ、その詳細についての関心が高まっています。では、実際に篠田麻里子さんの元旦那は現在どうなったのでしょうか。その鍵を握るのが彼の SNS、特に、篠田麻里子元旦那インスタでの活動です。彼のインスタグラムでは、仕事やプライベートの一面が時折見られ、その内容が多くの人々の関心を集めています。さらに彼の職業や収入に関する話題も注目されています。篠田麻里子旦那職業、や、篠田麻里子元旦那年収、といった情報は、今なお多くの人々が知りたいと考えている部分です。彼は医療関係の職業に従事していると言われ、その年収やキャリアの実態に多くの関心が寄せられています。そして、篠田麻里子旦那音声に関連する新たな情報も、最近ネット上で取り沙汰されています。これらの話題が複雑に絡み合い、篠田麻里子さんの元旦那、すなわち高橋優太さんの現在の状況に対する興味は尽きません。この記事では彼の最新の状況とその背景にある様々な要素について、詳しく解説していきます。記事のポイント、篠田麻里子の元旦那の現在の生活や職業についての詳細。元旦那のインスタでの活動や SNS での様子についての情報。親権問題や、親権がおかしいと言われる背景とその理由。篠田麻里子の元旦那に関する収入や年収に関する実態。独自、篠田麻里子の元旦那の現在の生活状況とは、篠田麻里子の元旦那の職業及び年収、篠田麻里子の元旦那のインスタでの活動とは、篠田麻里子の元旦那のヤバいと噂される真相、篠田麻里子の元旦那の現在の居住地や生活、篠田麻里子の元旦那が現在注目される理由、篠田麻里子の旦那の音声が与える影響、篠田麻里子の旦那はその後どうなったのか、篠田麻里子の親権問題と元旦那の関係性、篠田麻里子と高橋優太との関係性とは、篠田麻里子の元旦那の現在のメディアでの扱い、篠田麻里子の元旦那に関する最新の報道内容、篠田麻里子の元旦那の今後の動向及び予測、篠田麻里子の元旦那とファンの反応及び見解、篠田麻里子の元旦那の現在まとめ、篠田麻里子の元旦那の現在の生活状況とは、篠田麻里子の元旦那の職業及び年収、篠田麻里子の元旦那のインスタでの活動とは、篠田麻里子の元旦那のヤバいと噂される真相、篠田麻里子の元旦那の現在の居住地や生活、篠田麻里子の元旦那の職業及び年収、篠田麻里子の元旦那の職業と年収について、多くの人々が興味を持っています。彼の職業は医療業界に従事していると言われており、特に医師や医療機関の経営者として活動しているとの噂が広まっています。このような職業背景から彼の収入は一般的なサラリーマンよりも高い水準であると考えられます。医師としての活動は、その専門性と責任の高さから高収入であることが一般的です。特に、専門医としての資格を持っていたり、臨床経験が豊富であったりする場合、その年収はさらに高くなる傾向があります。また彼が医療機関の経営にも携わっているとすれば、経営者としての収益も加わるため、総収入は多岐にわたる要因で大きく左右されることになります。加えて彼は医療関連のビジネスに投資しているとも言われており、このような投資活動やコンサルティング業務からの収益も、年収に寄与している可能性があります。このように、
多様な収入源が存在するため、年収の幅はかなり広いと考えられます。以下は、篠田麻里子の元旦那の職業と年収に影響を与える要因をまとめた表です。要因内容、職業医療業界に従事、医師または経営者として活動。収入の多様性医療関連ビジネスへの投資、コンサルティング業務、執筆講演活動など。収入に影響する要因経営状況、経済情勢、専門性の高さ、キャリアの長さ。年収の特徴高い収入の可能性があるが、市場の変動や経済情勢により不安定さを伴う。収入の幅広さ医療分野での活動とビジネス投資からの多岐にわたる収入源を持つが、変動幅が大きい。このように、篠田麻里子の元旦那の職業と年収は、医療業界における活動と多岐にわたるビジネスの取り組みによって成り立っています。彼の収入は安定しているように見えますが、医療業界の動向やビジネスの成績によって変動する可能性があります。私自身も、このような背景を知ることで彼の収入に対する見方がより広がったように感じます。篠田麻里子の元旦那のインスタでの活動とは、篠田麻里子の元旦那のインスタグラムでの活動も注目されています。彼は一般人でありながら、篠田麻里子さんと結婚したことから一躍注目を集める存在となりました。そのため、彼のインスタグラムの投稿内容が頻繁に話題となり、多くの人々が彼のアカウントをフォローしています。まず、彼のインスタグラムで注目されるのは、日常生活を切り取った投稿です。趣味や旅行、仕事に関する写真やコメントが多く掲載されており、特に家族との時間を大切にしている姿が見られます。一方で、篠田麻里子さんとの結婚生活に関する具体的な情報はほとんど公開されていません。この点が逆に人々の興味を引き彼のインスタグラムに対する注目度が高まる要因となっています。また彼のインスタグラムがやばいと感じられる理由もあります。一部のフォロワーが投稿内容を誤解し、様々な憶測が飛び交ったことが背景にあります。例えば、ある時期に彼が一時的にインスタグラムを非公開にしたことがあり、これが篠田麻里子さんとの関係に問題が生じたのではないかという噂を呼ぶ原因となりました。ただし、その後彼は日常生活の投稿を再開しており、大きな問題がないことを示しています。以下は、篠田麻里子の元旦那のインスタグラムでの活動に関するポイントをまとめた表です。項目内容、注目された投稿の内容、趣味や旅行、仕事に関する写真、家族との時間を大切にする姿。結婚生活に関する情報の公開範囲、具体的な情報はほとんど公開されず、逆に注目を集める、やばいと言われた理由、一時的にインスタグラムを非公開にしたことから、誤解や憶測を招いた。現在の投稿の状況、日常生活の投稿を再開しており、特に問題がないことを示している。私は彼のインスタグラム活動が限られている理由は彼自身がプライバシーを守りつつ、家族の生活を大切にしたいという意図があるのだと感じました。また彼のインスタグラムでの活動は、日常生活の自然な一面を見せているため、多くのフォロワーにとって親しみやすい内容になっているとも思います。篠田麻里子さんとの関係についても、あくまでプライベートを尊重した形での情報発信を心がけているようです。篠田麻里子の元旦那のヤバいと噂される真相。篠田麻里子の元旦那について、ヤバい、という噂がネット上で広まっています。この、ヤバいと言われる背景には、いくつかの要因があります。まず、篠田麻里子さんが有名人であるため、彼女と結婚した元旦那の存在に対しても注目が集まりやすいことが挙げられます。特に彼のプライベートな生活についての情報があまり公開されていないことが、このような噂を生む要因となっています。具体的な情報が少ないため、憶測や誤解が広がりやすい状況が生まれているのです。
さらに、元旦那の職業や経歴に関する情報が不明瞭であることも、ヤバいと噂される原因の一つです。一部のメディアでは彼が医療関係の仕事に従事していると報じられていますが、その詳細な役職や業務内容については具体的な情報がありません。このため、彼の収入や生活水準に対する疑念が生じ、さらには彼の性格や行動についても否定的な見方が広がりやすくなっていると考えられます。また、元旦那のインスタグラムでの活動もヤバいと言われる理由の一つです。彼の投稿には、仕事やプライベートの様子が頻繁に掲載されていますが、その中には一部のフォロワーが疑問を抱くような内容も含まれていることがあります。例えば、特定の政治的な意見を示す投稿や、過激な言葉遣いが見られる場合があり、それが一部で、ヤバいと受け取られているようです。以下は、元旦那が、ヤバいと噂される理由をまとめた表です。病院内容、プライベートな情報の公開不足、元旦那に関する具体的な情報が少なく、誤解や憶測が広がりやすい。職業、経歴に関する不明瞭さ、医療関係の仕事に従事しているとされるが、詳細な役職や業務内容が不明。インスタグラムでの活動、一部の投稿が過激な内容や政治的な意見を含み、それが、ヤバいと捉えられる原因に。私は、この噂が広がる背景には、元旦那がプライバシーを守る姿勢を貫いていることや彼に対する関心が高まっていることが大きく関わっていると感じます。情報が少ないほど、人々の関心や好奇心は増し、結果として噂が拡散される傾向にあると言えます。篠田麻里子の元旦那の現在の居住地や生活。篠田麻里子の元旦那の現在の居住地や生活について、多くの関心が寄せられています。彼は、篠田麻里子さんとの離婚後、どのような生活を送っているのでしょうか。まず、彼の現在の居住地についてですが、情報は非常に限られています。一部の報道では彼は東京近郊に住んでいるとの情報もありますが、具体的な場所については明らかにされていません。プライバシーの保護を理由に彼の居住地に関する詳細な情報は公には公開されていないようです。また彼の生活についても多くの憶測が飛び交っています。一部では彼が医療関連の仕事に従事しているという情報がある一方で、他のメディアでは新たなビジネスを立ち上げているという報道もあります。彼が何をしているのかについては、情報が錯綜しており、はっきりとしたことはわかりません。ただし、彼が積極的に新しい挑戦を続けているという報道もあり、現在も様々なプロジェクトに携わっていると見られています。また彼の生活に関しては、趣味の活動やプライベートな時間を大切にしていることが伺えます。彼のインスタグラムの投稿からも、友人との交流やアウトドア活動を楽しんでいる様子が伺えます。彼の現在の生活がどのようなものであるかは多くの人にとって関心のあるテーマであり、その動向は今後も注目され続けるでしょう。以下は、元旦那の現在の生活についてのポイントをまとめた表です。項目内容、居住地東京近郊に住んでいるとの情報があるが、具体的な場所は不明。職業、活動、医療関連の仕事を続けている、または新たなビジネスを立ち上げているという報道がある。趣味プライベートの時間、趣味の活動や友人との交流、アウトドア活動を楽しんでいる様子がインスタグラムの投稿から見て取れる。私自身、彼の現在の生活がどのように変化しているのかを知ることで、彼がどのような未来を図こうとしているのかを考えさせられます。彼のこれからの動向がどうなっていくのか、多くの人が興味を持って見守っていることでしょう。篠田麻里子の元旦那が現在注目される理由、篠田麻里子の旦那の音声が与える影響、篠田麻里子の旦那はその後どうなったのか、篠田麻里子の親権問題と元旦那の関係性、篠田麻里子と高橋優太との関係性とは、篠田麻里子の旦那の音声が与える影響、
篠田麻里子さんの旦那の音声に関する話題は、多くの人々に影響を与えています。特に、この音声が公表された背景には彼の言動や性格に対する疑念が一部で広がっていることが挙げられます。この音声は、いくつかのメディアで報じられ、その内容が公開されるとすぐにネット上で話題となりました。一部のユーザーは、音声の内容から旦那さんの態度や性格について様々な意見を持ち始め、その影響は広範囲に及びました。音声の内容に基づき、いくつかの議論が巻き起こりました。まず、音声の一部には旦那さんの発言が含まれており、その内容が攻撃的だと受け取られる部分もあったため、多くの批判が寄せられました。これにより、一部のファンからは篠田麻里子さんの結婚生活や彼女の選択に対する疑念が生じる結果となりました。一方で、別の見方をする人たちもいます。旦那さんの発言が誤解されている可能性があるとし、実際の意図が正確に伝わっていないことを指摘する声も少なくありません。このため、音声の公表自体が彼にとって不利な状況を招いたとも言えます。以下に、旦那の音声が与える影響についての要素をまとめた表を示します。要素内容、音声の内容一部で攻撃的な発言と受け取られる部分があり、議論の的となっている。ネット上の反応批判的な意見と支持的な意見が入り混じり、幅広い反響を呼んでいる。誤解の可能性発言の意図が正確に伝わっていない可能性があり、一部で誤解を生んでいるとする意見もある。公表の影響音声の公表により、旦那さんのイメージが一部で悪化し、篠田麻里子さんへの影響も懸念されている。私自身、音声に関する報道を見て、この状況が旦那さんや篠田麻里子さんにとってどのような影響を与えるのかを考えさせられました。一方で、メディアやネット上の情報が必ずしも正確でないことも多いため、冷静に判断することの重要性も改めて感じました。また、音声の内容が多くの人々に影響を与えている一方で、その真実や意図をきちんと理解する努力が必要だとも思います。篠田麻里子の旦那はその後どうなったのか。篠田麻里子さんの旦那がその後どうなったのかについて、多くの人々が関心を持っています。特に彼の職業や現在の生活について、ネット上で様々な憶測や情報が飛び交っています。一部の情報によると、旦那さんは一時的にメディアから距離を置いており、現在は比較的落ち着いた生活を送っているようです。彼の現在の生活については、いくつかのポイントがあります。まず、彼は医療業界での活動を続けているとされています。医療関連のビジネスにも関与しているという情報もあり、そのため経済的には安定した生活を送っていると見られます。ただし彼の具体的な職務内容や収入については、正確な情報が少ないため、多くの人々が推測に基づいて意見を述べています。また彼は一部の SNS で活動していることが確認されています。しかし、その投稿頻度は非常に低く、プライベートな情報をあまり公開しない姿勢を持っています。これは、家族のプライバシーを守るためであり、特に篠田麻里子さんとの関係については慎重な対応をしているようです。以下は、篠田麻里子さんの旦那の現在の状況に関するポイントをまとめた表です。要素内容、職業の状況、医療業界での活動を継続中で、医療関連ビジネスにも関与している可能性がある。経済的状況、安定した収入があり、経済的には比較的安定していると見られる。SNS 活動、一部の SNS で活動しているが、投稿頻度は低く、プライバシーを守る姿勢を持っている。家族関係の対応、篠田麻里子さんとの関係については慎重な対応を続けている。私は、この状況を見て彼が現在の生活でプライバシーを大切にしつつ、家族や自身のキャリアを守ろうとしている姿勢に理解を示すことが重要だと感じました。
多くの人々が関心を寄せる中で彼がどのような選択をするかは今後も注目されるでしょう。また、情報が限られているため、憶測に頼らず、事実に基づいた判断が求められると考えます。篠田麻里子の親権問題と元旦那の関係性。篠田麻里子さんの親権問題と元旦那の関係性について、多くの人々が注目しています。特に、この親権問題が大きく取り沙汰された背景には彼女が離婚後も公の場で頻繁に取り上げられる存在であり、その私生活が常に話題になりやすいという事情があります。篠田麻里子さんと元旦那との親権をめぐる問題については、いくつかの重要なポイントがあります。まず、篠田さんが親権を取得することになった際、彼女の生活環境や経済的な安定性が大きな要因として影響を与えました。彼女は芸能活動を続けながらも、子供との生活を優先し、子供に対して十分なサポートを提供できる立場にありました。また、篠田さんが多忙な中でも、可能な限り子供との時間を確保し、教育や生活環境の向上に努めていることが報じられています。一方で、元旦那との関係性については、多くの憶測が飛び交っています。特に、親権問題をめぐる争いが比較的短期間で解決したことから、何らかの合意があったのではないかとの見方がされています。この背景には、元旦那が篠田さんの子育てに対する姿勢を尊重し、彼女が子供にとって最も適した環境を提供できると判断した可能性があると考えられます。さらに、元旦那は自身の生活や仕事の状況も考慮し、親権を篠田さんに委ねる決断をしたとも言われています。このように、両者の間での協力的な姿勢が結果的に親権問題の解決を早めたのかもしれません。以下は、篠田麻里子さんの親権問題と元旦那の関係性に関するポイントをまとめた表です。要素内容。親権取得の要因、篠田麻里子さんの生活環境と経済的安定性、子供への献身的な姿勢が影響した。元旦那との合意の可能性、短期間での親権問題解決は、元旦那が篠田さんの子育て姿勢を尊重した可能性がある。協力的な関係性、両者の間での協力的な姿勢が親権問題の解決を早めた要因となった。親権問題の解決の背景、元旦那の生活や仕事の状況を考慮し、親権を篠田さんに委ねる決断をした可能性がある。私は、篠田麻里子さんと元旦那の関係について調べる中で、親権問題が単なる争いではなく、双方が子供のために最善の選択をするためのプロセスだったのではないかと感じました。また彼らの協力的な姿勢が、結果的に迅速な解決を導いたのだと思います。このような親権問題の背景を理解することで、両者の関係がより深く見えてくるのではないでしょうか。篠田麻里子と高橋優太との関係性とは、篠田麻里子さんと高橋優太さんの関係については彼らが結婚していた時期から現在に至るまで、様々な話題が取り上げられてきました。高橋優太さんは、篠田麻里子さんの元旦那であり、二人の結婚生活は当時大いに注目を集めました。彼らの関係は、芸能界と一般の世界という異なる環境での結びつきであったため、多くの関心を引きました。二人が出会ったきっかけは、共通の友人を介した食事会でした。この出会いから交際が始まり、価値観の一致や相互理解が深まった結果、自然な流れで結婚に至ったとされています。しかし、その後の結婚生活は、篠田麻里子さんの多忙なスケジュールや彼女の活動に対するメディアの注目度の高さが影響を及ぼし、二人の関係に変化をもたらすことになりました。また、結婚後の生活において、篠田さんがどれだけ仕事と家庭のバランスを取るかが大きな課題となったようです。離婚の決定は、双方の話し合いの結果とされていますが、そこには多くの事情が絡んでいると考えられます。
特に、親権問題や財産分与については、両者が納得できる形で解決を図るために多くの時間をかけたと言われています。現在、篠田麻里子さんと高橋優太さんの関係は、以前よりも穏やかなものになっているようです。互いに新たな人生を歩み始めており、子供の成長に対しても協力的な姿勢を見せていると報じられています。以下は、篠田麻里子さんと高橋優太さんの関係性に関するポイントをまとめた表です。要素内容、出会いのきっかけ共通の友人を介した食事会がきっかけで交際が始まった。結婚生活の課題篠田麻里子さんの多忙なスケジュールとメディアの注目度が影響し、関係に変化をもたらした。離婚の理由と背景双方の話し合いの結果、親権問題や財産分与を含む複数の事情が絡んでいた。現在の関係性穏やかな関係を持ちつつ、子供の成長に対して協力的な姿勢を見せている。私も、この二人の関係性について調べる中で、結婚から離婚までの間にいろいろな困難や課題があったことを理解しました。しかし、彼らが今後もお互いを尊重し、子供のために協力している姿勢は、非常に成熟していると感じました。篠田麻里子さんと高橋優太さんがどのようにして新たな人生を築いていくのか、今後も注目していきたいと思います。篠田麻里子の元旦那の現在のメディアでの扱い、篠田麻里子の元旦那に関する最新の報道内容、篠田麻里子の元旦那の今後の動向及び予測、篠田麻里子の元旦那とファンの反応及び見解。篠田麻里子の元旦那に関する最新の報道内容、篠田麻里子さんの元旦那について、最近の報道ではいくつかの新しい情報が注目されています。これらの報道は彼の現在の生活状況や職業、または彼が直面している様々な状況に焦点を当てています。まず、元旦那の最新の報道内容の一つとして彼が医療関係の仕事に復帰しているという情報が挙げられます。元旦那は、以前から医療業界での経験を持つ人物であり、離婚後もその分野でのキャリアを追求しているようです。彼が再び医療機関での勤務を始めたことで、専門職としての地位を再確立し、安定した収入を得ていると報じられています。また彼が経営に携わる医療関連のビジネスにおいても、新たなプロジェクトを立ち上げたという報道があります。これにより、彼の年収や社会的な地位についても再び注目が集まっています。一方で、元旦那のプライベートに関する報道もあります。特に彼が新たな交際を始めたのではないかとの噂が一部メディアで取り上げられています。この情報は彼の SNS アカウントの活動を通じて推測されたものであり、彼が SNS 上で友人や知人と積極的に交流している様子が見られるためです。ただし、これについては公式な発表がないため、あくまで憶測の域を出ない情報となっています。さらに彼が子供との面会を定期的に行っているという報道もあります。篠田麻里子さんとの間で共有された親権の元彼は子供の生活に積極的に関与しており、親としての役割を果たしているようです。これには、子供の成長を見守るという彼の強い意志が感じられます。以下は、篠田麻里子さんの元旦那に関する最新の報道内容をまとめた表です。項目内容、職業の復帰医療機関での勤務に復帰し、安定した収入を得ている。医療ビジネスの新プロジェクト医療関連の新たなプロジェクトを立ち上げ、社会的な地位を再確立している。新たな交際の噂 SNS 活動を通じて新しい交際の可能性が噂されているが、公式な発表はない。子供との面会篠田麻里子さんとの間で親権を共有し、子供との面会を定期的に行い親としての役割を果たしている。私も、このような報道を見て彼が多面的な人生を送っていることを改めて感じました。特に彼が医療業界でのキャリアを追求し続け、新たなプロジェクトに挑戦している姿勢は非常に前向きであり、
これからの動向に注目していきたいと思います。また、プライベートな面でも彼が子供との関係を大切にしている点は評価できる部分であり、親としての責任を果たす姿勢が伝わってきます。篠田麻里子の元旦那の今後の動向及び予測。篠田麻里子さんの元旦那の今後の動向について、いくつかの予測が立てられています。まず、彼が現在取り組んでいる医療関連のプロジェクトについては、さらなる拡大が期待されていると報じられています。彼は、医療機関での勤務だけでなく、医療ビジネスにおいても新たなプロジェクトを推進しているため、これらの事業が成功すれば、今後もそのキャリアはさらに発展していく可能性が高いと考えられます。また彼の SNS 活動が活発であることから、今後も新しい情報や動向が発信される可能性があります。彼の SNS では、仕事に関する情報だけでなく、プライベートな瞬間も時折見られるため、フォロワーからの関心が高まっています。特に、今後の投稿内容によっては、新しい交際や生活の変化についてさらに詳しい情報が明らかになるかもしれません。さらに彼の子供との関係についても注目されています。篠田麻里子さんとの間で親権を共有している彼は、今後も子供との面会を継続し、その成長を見守る姿勢を示しています。このことから彼の今後の生活が子供との関係を中心に構築されていく可能性があると予測されます。一方で彼が新たなパートナーを見つけることで、再婚の可能性も考えられます。この場合彼の生活スタイルや仕事のスタンスにも変化が生じる可能性があるでしょう。以下は、篠田麻里子さんの元旦那の今後の動向及び予測をまとめた表です。項目予測、医療ビジネスの拡大現在のプロジェクトが成功すれば、さらに事業を拡大する可能性が高い。SNS 活動の継続 SNS を通じて新しい情報が発信される可能性がある。子供との関係の継続子供との面会を継続し、親としての役割を果たし続けることが予想される。再婚の可能性新たな交際が発展することで、再婚の可能性が考えられる。私は彼の今後の動向に注目しながら彼が新しい人生の道を切り開いていく様子を見守りたいと感じました。彼がどのような選択をしていくのか、そしてその選択がどのように彼の未来に影響を与えるのかを考えると、とても興味深いです。また彼がどのような形で家族や仕事とのバランスをとっていくのかにも注目していきたいと思います。篠田麻里子の元旦那とファンの反応及び見解。篠田麻里子さんの元旦那に対するファンの反応や見解について、様々な意見がインターネット上や SNS で見られます。篠田麻里子さんが離婚を発表した際、多くのファンは驚きとともに様々な感情を抱いたようです。一部のファンは、篠田麻里子さんが離婚に至った理由について元旦那に対して疑念を抱く意見を述べており、特に彼の生活や性格についての憶測が広がる結果となりました。特に、ネット上では、篠田麻里子旦那やばい、といったキーワードでの検索が急増し彼の過去の行動や現在の状況について様々な噂が流れました。このような反応が出る背景には彼が一般人であるためにメディアでの露出が少なく、その結果としてファンや視聴者が彼の人物像について正確な情報を得られないことがあるようです。これにより、一部の人々は憶測に基づいて彼のイメージを形成している可能性があります。一方で、篠田麻里子さんの元旦那に対して好意的な見解を持つファンも存在します。彼のインスタグラムや SNS での活動を通じて彼の人柄や日常生活に対する姿勢が垣間見えることがあります。特に彼が子供との面会を重視している点については、親としての責任を果たしていると評価する声が上がっています。多くのファンは彼が篠田麻里子さんとの関係が終わった後も、子供のために尽力していることに対して理解と支持を示しています。
以下は、篠田麻里子さんの元旦那に対するファンの反応及び見解をまとめた表です。項目内容、否定的な反応、離婚理由に対する疑念、生活や性格に関する憶測が広がる。好意的な見解、子供との面会を重視し、親としての役割を果たしている点を評価する。SNS での印象の変動、メディアでの露出が少ないため、憶測によるイメージが形成される場合がある。一部での支持、彼が篠田麻里子さんとの関係が終わった後も、子供のために尽力している姿勢が支持されている。私自身も、篠田麻里子さんの元旦那に対するファンの反応を見て、多様な意見が存在することを感じました。特に、メディアでの情報が限られているため、どうしても憶測や推測が多くなるのは避けられない状況です。しかしながら、彼が子供との関係を大切にしている姿勢については、非常に評価できると感じます。彼がこれからどのような選択をしていくのか、注目。